今回は坂本まつりくんを迎えまして、よこの前春日神社の、まあ、我々の地元のねホームのお祭りが終わったんですけども、ほいまつりくんが相乗ってなくていいよまつりくんがまあ、掃除から参加してくれてやっとやっとお祭りできたということで、まあ、ちょっとその当日の印象を含めて聞いてみたんですけども、今回小さい子たちがね掃除太鼓やってる間に仲間になったので、そういう子たちがまた大人になっておみこし担いでくれたらいいなみたいな話をしてたんですけど、まあ、まつりくんの、まあ、個人の思いだったりこれからのその、まあ、自分たちで作り上げている春日神社のお祭りをどんな風にしていきたいか未来について聞いてみたいと思いますが、まつりくんの野望はありますか？野望野望むずいな、なんだろうな。でもやっぱりそのさっき言った子供たちが今ある春日神社のみこしを担いでて楽しいなって思えるような祭りを作っていきたいっていうのはあるし、でその子供たちがまた大人になってなんかこう地元の子供たちを誘って、でその子供たちがまた大人になってっていうその繰り返しっていうんですか、文化を継承していくっていうところは野望というかこうなってほしいなとは思いますけど、うん、野望か野望、ね、まあでも理想的な形だよね、うん、逆に言えばそうやって祭りって続いてきたんだろうし、うん、まあ、今回まあ、春日神社の祭りを振り返ってますけども、まあ、実は和歌山と徳島のお祭りを体験してきて、実はで昨日さんざん大騒ぎして次の朝に収録してるんですがまあこう地元のね春日神社お祭りはむちゃくちゃ楽しかったし、やっぱこうすごい特別な思い入れはあれど、やっぱり他の祭りもすごい温度でやってたじゃないですか、うんうんうん、だからそれをこう、うん、比べてっていうんじゃないけど、うちのお祭りもこうだったらいいなとか、春日神社はこういうとこはもうすごいいいとこだったんだなみたいな、なんかそういう気づきみたいのありました？でまず共通してるところはやっぱりその徳島も和歌山のすさみもみんなそのお祭り当日に向けて本当に楽しみにしてるんだろうし、いろんな準備をしてきたんだろうなっていう思いがあって、和歌山行った時もみんな、まあ、本当に来てくれてありがとうねって言ってくれてから、ここのお祭りはこういうところから始まっててっていう説明とか、みんなそのみこしがいつ始まったのかっていう起源まで知っていて、その起源を知るっていうのはやっぱりその好きだからとかそこにかけてる思いがあるから、みんなお祭り好きなんだろうな、みんな地元のお祭りが一番好きなんだろうなって思います。そうですよ、春日神社のお祭りの時もうちのお祭りは一番いいから来てよってみんな言うんですよ、うん、みんな言うから、みんななんかその地元の自分の地元のお祭りは一番いいんだってみんな言うんですよ、うんうんうん、僕も多分春日神社のお祭り誰かに紹介する、お祭りで一番楽しいとこどこなのって言ったら、いや春日神社だよって言うんですよ。やっぱりそれだけ地元のお祭りを愛してるんだろうなっていうのが共通してあるなっていうのはこの2日間で思いましたね。でもやっぱそれが一番正しい形だろうしね、うん、それだけ思い入れがあるし、その一日のためにエネルギーをかけてるからな、うん、そりゃ楽しいよね、うん、いやいや、でも例えばすさみの祭りとかさ、なんだろう、みんななんとなく親戚だったりとか、なんとなくいろんな家族、昔の同級生たちの子供世代がさらに孫を連れてきてみたいな風にお祭りやってたじゃない、うん、やっぱそれはまあ土地柄っていうのもあるけど、まあ、まさにさっきまつりくんが言ったような子供たちが大きくなってまた子供らを誘ってみたいなのが、まあ、成立している場所なんだと思うんだよね、うん、俺は結構そこに憧れというか羨ましさがあって、もともとね、まあ ほぼ 100% 地元の人じゃん、でみんな同級生だったりとか、その我々 30-40 代の世代も
昔から幼なじみとかさ、で俺は横浜離れてた時期が多いからなかなか同級生とかっていうのはいなくてさ、だけどやっぱ地元だから盛り上げたい気持ちもあるし、まあ、じいさんが作ってた時代だって、まあ親戚もいっぱい住んでるからさ、なんかそういうその条件の中でやっぱりもう一度組み立て直していくっていう意味では、それこそそのすさみの祭りとかみたいにやっぱこうあと20年ぐらいかけて次の世代を育てられれば、そういう風なまた楽しい空間が作れるのかなと思ったところあったね。確かに、うん、いやそうですよね。なんかお祭りってお祭りおみこしって地元の人しか担いじゃいけませんみたいなところもやっぱりあるじゃないですか。外から来る人はやっぱりあんまりちょっと求められてないっていうところもあったりして、外の人たちはちょっと入りにくいなって思って、でそこでちょっとやっぱ稼ぎ手が少なくなっていって、他の人も稼いでいっていいよってなっていくじゃないですか。もし守ろうと思うんだったら、僕が一番最初春日神社のみこし担いでない時に聞いたお話は、春日神社の霊体さんのみこしもちょっと稼ぎ手が少なくなってきてるから、いろんなところからいろんな担ぎ手を募集してるっていう話を聞いてたので、お祭りってなんかちょっと入り方が難しいなって思ってて、どうやったらハッピー借りれるんだろうとか、うん、旅ってどこに売ってるのかなとか、そういうところから始まってくると思うので、本当に宮田さんが言ってたそのお祭りのアップデート、お祭りで変えていかなきゃ、次の世代、次の世代につなげていくために、その何かこう私たちが遺跡を投じなきゃいけないのかなっていうのは確かに感じました。すごいやん。え、祭りの時代に遺跡を投じようと思ってるわけだ。稽古と言い過ぎちゃったかな。坂本祭りだからな。どんどん言っていこう。言う権利あるよ、祭りくんやけ。本当です。あるある。いや徳島もそうだったよね、やっぱりこう前の前の世代からとか、このうちの親戚たちの皆さんがとか、なんかそういうのがやっぱりみんなの信頼も集まってる感じしたし、安心してるようにも見えたしね、うん、新しく入ってくる人もこの仕組みに乗っかれば大丈夫みたいな、うんうんうん、仕組み作りが上手だなっていうのは私は日和佐を超えて感じたかな。うん、うん、やっぱそういうのが他のところを祭りに行く価値でもあるなと思ってるし、ね、まあ、田舎のお祭りはさ、の仕組みがすごくしっかりしてるから、まあ、まあ勉強していくところもすごくあるし、でもそれすごいなだけじゃなくて、地元の祭りに生かすことができるから、うん、より楽しいなと思うよね。うん、まあ、もちろん祭りとしてもすごい面白いけどね、各地のお祭り大騒ぎして一生懸命やって酒飲んでっていうエンターテインメントとしての面白さもあるけど、なんかやっぱ学びがあるじゃない。うん、あります。でそれを吸収した上で地元に還元していって、で自分たちの祭りがもっと良くなれば一緒に喜んでくる人たちがいっぱいいるはずじゃん。でそういういい祭りをさらに続けることで、また新しい人たちが入ってきてくれたりとか、うん、もっとこう子供たちが楽しめるようになればさ、もっともっと地域が良くなるじゃん。だそういうのは楽しいよね。まつるくんは今回日和佐とかすさみとかでちょっとうちの神社にも生かしてみたいなと思うところあった？生かしてみたいなっていうか、うん、いいなって思ったのは、調査担いでて太鼓を叩いてるじゃないですか。みんなちっちゃい子、ちっちゃい子っていうか中学生、小学生か中学生だね、小中学生の子たちが太鼓か太鼓一生懸命叩いてて、ずっと叩いてたじゃないですか、うん、本当にすげえなって思って、なんか表情がすごいんですよ、みんなみんななんかすっごい表情が本当に良くて、さーせーさーせーって言ってこうおみこ、あ、調査あげてる時もみんなもうキリッとした顔で、で上がってなかったら俺上がってねえぞって小学生中学生の子たちが言うんですよ。あ、そうなんだ。言ってた。言ってましたよね。そうそう。なんかやっぱりそれにかける思いがあってっていう、そういう思いがこうすっごいいいなって思って、なんか取り入れたいなっていうか、なんかこう地元の子たちが熱くなれる、本当にこのお祭りが好きなんだっていう思いを
持ってるのはすごいいいなって思いました。確かに、なんか私もそれすごいいいなと思って見てて、なんか大人と子供が分かれてない、みんなでこう本気の祭りを作ってるっていうのはすごいいいなと思った。そうね、なんか子供たちが、もう大城さんが調査担ぎながら隣で言ってたけど、うんうん、あれが僕らの青春なんすよってちょっと似てるしな宮田さん言ってたけどでもそういうことなんだろうね、うん、本当に担いでるみんなは自分たちもそうだったって思いながら、こういろんな感情をこう思い出しながらね、またエネルギーに変えて担いでっていう、うん、すごいあったかい空気感がありつつみんな本気みたいな、うん、いやー、よかったな。まあ、だからこそあそこの上にいるところから卒業して、で一生懸命担ぐようになってるっていうのもあるけど、多分お城さんたちもそこに乗ってたことを思い出して、あの子たちにあの体験をさせてあげたいから、うん、やっぱり今大人たちが頑張んなきゃいけないみたいな、なんかそういう風な発想っていうか仕組みになってるじゃん、構造がね。確かに確かに。だからまあなんとなくその子供みこしとかって、子供にとりあえず集まってもらってお菓子配ってやってやるかみたいな、なんかこうプラスアルファみたいな感じになっているようなところもあると思うんだけど、そうじゃなくてもう彼らがピークだから、うん、本当に彼らはあの時しか体験できないし、マジで最高だから、それを大人になってもずっと続けていきたいんだと、うん、でまあ彼らはそういう体験をしてくれないと続いていかないだろうし、今大人たちが一生懸命彼らにそういう体験をさせてあげれば祭りは未来へ続いていくんだと信じて、その気持ちが原動力になってるような気がして、うん、なんかボソッと言ってたけどすごい印象に残りましたね。うん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 、皆さん僕も今でもあそこ乗りたいんですよ。潰れちゃう潰れちゃう。重いって言われちゃいますけど、ね。言ってたけど。一人ならいいんじゃないですか。言ったけど、まあでもそれがやっぱり原点なんだろうね。うん。本当に楽しい強烈な思い出なんだろうね、あそこに乗って叩くっていうのが。うん、なんか春日の子たち見ててもやっぱ太鼓っていう場があるからこそ、なんか一員になれてる感じが嬉しいんだろうなって思う発言がいっぱいある、うんうん、で今やっとこうみこしと太鼓っていう感じでちょっとずつ大人と子供が融合し始めてるのがいい流れだなって春日でも思うから、なんかそれこそ春日の後藤さんが言ってたように、お囃子をおみこしと一緒に動けるようになったら、あのなんかメインのおみこしを僕たちが盛り上げてるんだっていう、ちょっと調査から学ぶこの一体感が作れるんじゃないかなって思いましたよ。やりたいことはいっぱいですな。いや本当にやりたい、それなんか太鼓のリズムに合わせて担ぎたいと思ったもん。仲間がねみんなつながってればさ、うん、なんとなくおみこしもそのお囃子の人とおみこしの人ってちょっと分かれてたりとか、場所によってはね、でも一緒になってるのもあるし、だけどそれも人として全部つながってればね、うんうんうん、ああみーちゃんたち叩いてるんだってそれ直せよみたいな気持ちになるしな。確かになんかグッとくるね。いいんだろうなってなるよ本当に、うん、そうそう、やっぱりこうね、その何しろ地元の人たちがみんなで盛り上げてさ、地元の人たちで愛し続けられるような祭りをもっともっと作っていきたいですね。うん、本当になんかできる感じがするね。できる感じがする。本当にアップデート、もう本当に毎年毎年いろいろ加わってますもんね、うん、人もそうだしシステムもそうだし、うん、だからこのまま丁寧にね、うん、こう毎年毎年よくしていけば、祭りくんの野望も一石投じる野望も実現できるんじゃないの。確かに。あそこの春日神社の祭りやばいなってなんじゃない。うん、でもそうなってほしいですよね。春日神社の祭りやばいな、楽しそうだなって、うん、
どうやってるんだろうって言ってね、逆にこう学びに来てくれる人とかが出てきちゃったらね、嬉しいね。そうね、まあでもそういう気持ちで来てるからな俺らも。そうだね、うん、同じような気持ちの人はもっともっといっぱいいる気がする。いや、みんな本気でやってるからね、うん、だから刺激に押し合えるんだろうし、やっぱり各場所でね本気になれる場所が祭りがあるからさ、うん、だから心通じ合えるしな、うん、なんか楽しい毎日ですね。本当に楽しい毎日。栄区で僕の知り合いの人から、例大祭のおみこしすっごい盛り上がってたねって言われて、盛り上がってたし楽しそうだったねって言われて、でなんかその人車で通ってたらしいんですよ。車で通ってちょっと見かけたみたいな。で車でちょっと通って見かけた人が盛り上がってた、楽しそうだったっていう感想を持てるってすごくいいと思うんですよ、うん、なんかでやっぱり通行人の人たちはでも車の人よりも多く見るじゃない、なんか秒数見れるじゃないですか、おみこし、あ稼いでる、あ楽しそうだなって思うじゃないですか。じゃあどこでやってるんだろうって思うじゃないですか。でどうやったら入れるのかなって思うじゃないですか、うん、でやっぱりそこでの入り方がなんか太鼓チームちょっと見学行くとか、うん、掃除行くとかだったら簡単じゃないですか、うん、なんかそこがなんか神社、うちの栄区の春日神社は結構いいところだなって思いましたね、今話を聞いてて、うん、確かに実際にいたよ。なんかすごい楽しそうだったから、まず駅前祭りの時のこう町内会のと商店街のかおみこしに入ってみたのが楽しくて、でそこでもらったチラシを見て今日来ましたっていう人が春日のお祭りに来てくれてて、主役のお母さんだったんだけどね、うん、で今ちょっと入らせてもらってもいいんですかって言ってて、いいですよいいですよって入ってくれたら、やっぱりこれ楽しいし子供たちにも伝えたいから、うん、ちょっと連絡先教えてくださいとか、太鼓もやってみたいですって言って今連絡取ってんだけど、もう祭りくんが言ってることがちょっとずつ起こり始めてる。おお、祭りの力ですね。祭りの力や。ダブルミーニング。あんたじゃなくてな。ダブルミーニング。ダブルミーニングの片側の方が大きいな。今のところ。そっか。はいはい、僕かもしれないよ。僕かもしれないですもんね。祭りくんももちろんね、大きな力持ってるよ。本当に。どこ行っても祭りくん祭りくんになるしな。どこ行っても祭りくん。祭りくん。でもね、まつりくんの世代って本当に貴重だと思う。21だよね。2001年生まれ、01生まれですね。イエーイ、yeah. で、子供たち小学生ぐらいと私たち30代とかってなると、ちょっとなんかお父さんお母さん世代になっちゃうっていうか、なんか気持ちは近いつもりだけど存在はなんか少し遠いみたいで、だから間に大学生ぐらいの子たちがいてくれるっていうのは本当に助かってるし、子供らがなんか本当に友達みたいな顔して遊べるから祭りって言います。そうそうそう、だからいろんな世代がいるっていうのも大事なことなんだなって思いますよ。まつりくん、役割は大きいね。大きいよ。まあこれからもね頑張っていきましょうよ。いやいや、頑張っていきましょう。共に。そうだね、共にメンバーですからね。いやいや、まあ語りたいことはたくさんありますが、はい、この後美味しいものを食べなきゃいけない。正直だな。はい、まあ祭りくん編はまたまた別の機会にそうだねやってみようかと思いますんで、ね、とりあえず徳島で祭りくんの話聞いてみましたの回はこれで終わりにしたいと思います。よ。はい、まつりくん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。